皆さん、こんにちは。門馬美希です。今日は手話シリーズで、はじめましてをやってみようと思います。ちょっともうちょっと背後行かないと手が見えないと思うんで、下がりますね。片手を水平にし、持ち上げて、こういう感じです。はじめましてという感じになります。斜め向いた方が分かりやすいかな。いきます。はじめまして。はじめまして。はじめまして。皆さんもぜひやってみてください。手話でお話しできるようになると世界が広がると思います。私もまだまだ初心者なので、覚えたら復習のために動画配信してます。それではまた次回お会いしましょう。失礼します。